ウォルト・ディズニー・イマジニアリングは、アメリカ合衆国カリフォルニア州グレンデールに本社を置く会社。ウォルト・ディズニー・イマジニアリングは、世界のディズニーテーマパークの設計、開発やアトラクションの企画、クオリティ管理などを担当する会社である。1952年、ディズニーランドのプロジェクトを遂行するために、ウォルト・ディズニーによって設立された。もともとは創業者であるウォルト・ディズニーのフルネーム、 ウォルター・イライアス・ディズニーの頭文字から、上野エンタープライズとして知られていた。ウォルト・ディズニー・イマジニアリングで働く、従業員は、イマジニアと呼ばれ、イラストレーター、建築家、エンジニア、照明デザイナー、ショーの作家、グラフィックデザイナー、などを含む140以上の異なる職種がある。ほとんどの仕事は、カリフォルニア州グレンデールにある同社の本社で、行われるが、長期間、 ディズニーパーク内の支店で仕事をする場合もある。ウォルト・ディズニーは1953年にウォルト・ディズニー・カンパニーをディズニーランドのデザイン、設計をするための部門とした。しかし、兄であったロイオー・ディズニーや株主から異議の声が相次ぎ、ウォルトのイニシャルに基づいて、ウェド・エンタープライズという企業に解消された。ウェド・エンタープライズのテーマパークの設計と建築を 手掛ける部門はディズニースタジオの運営に不可欠となったためディズニープロダクションは1965年2月5日にウエドエンタープライズの名前とともにこれを買収した1986年1月にウォルトディズニー・イマジニアリングへと改名されるまた1996年にはディズニーディベロップメントカンパニーやディズニーの不動産に関する子会社は ウォルトディズニー・イマジニアリングへと統合された。新しいコンセプトを開発し、既存の魅力を向上させるイマジニアはいくつかの重要な方針にのっとって、それを行っている。多くの場合、新しい概念や改良は特定のニーズを満たすために作られる。その例として、ディズニー・パークの人気アトラクション、ソアリンが挙げられる。当初からイマジニアは、 ゲストが実際に飛行しているような感覚を体験したいと思っていることを認知しており、そのニーズを満たすためにソワリンを作ることを決めた。しかし、誰もが最適な位置で空を飛ぶ映像を視聴できる効率的な方法がわからなかった。ある日、あるイマジニアンが彼の屋根裏でエレクターセットを発見し、ハンググライダーシミュレートを最も効果的に体験できる乗り物を思いついた。結果、 そのアイデアが実際にアトラクションの乗り物に採用された。1952年の創業以来、ウォルトディズニー・イマジニアリングは世界に12個のテーマパーク、1つの街、4つのクルーズ船、2つのウォーターパーク、多数のリゾートホテル、ショッピングセンター、スポーツ複合体、及び他の様々な娯楽施設を作り出してきた。また、テーマパークの開発の他にも、 徹底的に見直されたディズニーストアはアップルのスティーブ・ジョブズの助けを借りて2009年に計画された。ディズニーは伝統的な小売りモデルから離れインタラクティブエンターテインメントへと移動することを期待していたのだ。ありがとうございます。